どうも、フルゼルと申します。本日はセラフィムエースホーク使っていこうかなと思います。ようやくレベル80になったということで使っていこうかなと思います。ちょっとキャラブーストは枯渇中で、いや本当にごめんなさいなんですけれども、とりあえずホークの強みとしてはなんといっても3回無敵っていうことで、通常攻撃の3段目でダメージを与えた時3回無敵がつきます。まあ一見ね、ちょっとねアルベルとかの方がやりやすいんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけれども、結構ねその得意属性の敵、要するに緑属性黒属性の敵に対して回避遅延持ってたりだとか、あとはその自分がいるお宝エリアに味方がいない時ね、いない時によろけダウン無効、ダウン無効ってかなり珍しいですよね。ダウン無効とか持ってたりするんで結構満たしやすいのかなと、思います。でそれをうまく使って、そのスキルで攻撃して攻撃力が増加するっていう特性とかも活かしながらバン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 優位に戦っていくみたいな、そんなキャラになっています。スキル1が障害物貫通になっているんで、カボチャに対してもね、強く出れたりというか、その歌に対して強く出れたりだとか、でスキル2もチャージスキルなんですけれども、フルチャージだと防御力無視になったりして、まあ両方とも強いのかなっていう風に思います。ただまあやっぱりそのホークじゃないと見れないキャラがあんまいないというか、ロジャーだったらロジャーで見たらいいし、そのジャブラだったらジャブラで見たらいいしみたいな感じで、そのもちろん強いんですけれども、やっぱりこう、ホークじゃないとダメだっていう場面がそんなに多くないっていうのと、あと多段攻撃がちょっとね増えているんで、安定性はやっぱり他の上位アタッカーの2人に負けんのかなっていうふうには思うんですけれども、まあそれでも全然ね強いキャラではあるんでね、そういったところを今回お見せできたらなと思います。レベル80ですからね。はい、まあ早速やっていきましょうか。どうぞ。はい、じゃあね、今回はセラフィムエースホーク使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャヒルシャボですね。私じゃあ D 地点いきましょうか。お相手さんロジャー、ロジャー、ロジャーにオリンちゃんということで、まあこのキャラ黒と緑属性に対してかなり強い出る強く出れるキャラなんでね、そういったところをお見せできたらなと思うんですけれども、まず緑属性黒属性に対して回避遅延が入るんですよね、攻撃するだけで。で3回無敵つくと、違う、通常攻撃3発打つと、3回無敵ついたりするんで、まあ、その特性とかを活かして戦っていくみたいな、そんなキャラになっております。育造スタンプをしといて、最初はダメなんだけどね、一発二発の3発動で、ここでスキル1で飛ばしといて障害物貫通ですね。でまあ3回無敵ついたら結構ねやりやすいと、一発二発の3発こんな感じで3回無敵をつけやすいっていう、でここスキルに打っといて、はい、あら裏取られてるか、どうしようかな。ジャスト回避、一発二発の三発をでこの3回無敵あるおかげで、だいぶねその黒ロジャー緑ロジャーに対して強く出れるっていう、一発二発の、まあであとは体力 70% 以上の時に、よろけじゃない状態上無効とかついたりするんで、そこもね、いいのかなと、はい、思います。一発二発の三発当てといて、3回無敵つけときの、ここちょっとじゃあ2人見とくか、一発二発の三発回復されてはいますけれどもね、でここスキル1打っといて、ジャスト回避、一発二発の三発、ちょっと立ち回り的にはよろしくない気しますけれども、まあじゃあスキルに当てといて、やっぱね火力出ていいキャラだと思うんですけれどね、まあでもなんかそのホークにしかできないことがそんなないというか、あの別のキャラでも良くない仮説はあったりするんで、そこはねちょっと気をつけないとなっていう、感じでございますと、じゃあスキル1打っといて、一発二発、これ降りたらやられるかなといいわ、一発二発、一発二発の三発と、一発、ジャスト回避は無理、一発二発、まあレベル80でこれぐらいやったらまあ十分やってんじゃないかなと、思うんですけれども、今のなんかもうちょいねうまくできた気するんで、まあホークはあんな感じでございますと、ありがとうございました。普通に強いよね、この3発のやつが強いって感じですよね。一発二発の3発と、これがまあエンドレスで続くっていう、終わりのないのが終わりっていうね、やつだとは思うんですけれど、いやもう任せてくれ。スキル1打っといて、はい、まあこっちのやつも大丈夫と、はい、まあクロロジャーに対して強いっていうのはねいいのかなと、思うんですけれども、一発、一発とナイス。やっぱクロロジャーに強いのはね、かなりいいのかなと、思うんですけれども、でこのスキル2が防御力無視になってるんで、それもなかなかにいいと思うんですが、ジャスト回避は無理、もうここ任せるか、いやまあスキル1だけ当てとくか、防御力じゃない障害物貫通なんでね、スキル1は、
それも結構使いやすかったりするのかなと、思います。で緑属性のロジャーに対してはこの一発二発の三発で一発二発の三発で、回避遅延プラスその大ダメージっていう、そんな感じになっております。ここも落としてあげたいな。スキル1打っといて一発二発の三発、ジャスト回避は無理、一発二発の三発と、こんな感じで緑属性と黒属性に対してはだいぶね強く出れるのかなっていう風に思います。一発二発の三発当てといて、ラグすぎ。いただきます。ちょっと待って、ありがとう。くそ、マジかよ。一発、よろけ無効はないので気をつけてください。一発二発、ここスキル1、もうじゃあスキルに打っちゃうか。で回避遅延入ってるのが一発二発、ジャスト回避一発、3回目的が欲しいな。痛いで、スキル1がちょっと溜まってないんだよな。どうしたものか。かぼちゃ置くよな。一発二発、一発二発の三発、一発二発で、これスキル1が貫通なんで、当たります。一発、フットワシじゃない、ダウン向こうもあるんで、こんな風にね、ゴリ押しファイヤーができるっていうような、はい、そんな素晴らしいキャラになってる。おー、ブルーの。おー、勝ってる。はい、じゃあね、ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バジャーヒルシャボですね。とりあえずドリーがそこ取るのであれば、お、フェイントが、おー、なに？キーザル、やるな。ジャスト回避、おー、ちょっと待てよ。ちょ、一発、ちょっと待て。3回無敵の餌と思ったんですが、まあ仕方あるまい。じゃあリーチ点の方取っといて、どうしようかな。まあとりあえず本当に3回無敵を最初につけるのが大事だと思うんで、まあ歌とか緑ロジャーあたりに喧嘩売りたいところなんですけれども、ちょっとでも仕上がってると怖いよね。あんまりそのなんか耐久力があるっていうわけではないんで、あの3回無敵以外は。だからまあちょっとそこはね気をつけてやりたいところなんですけれども、いや誰か降りてくんねえかな。ウッターがこっちに来るか。あー来ないか。ドリーがいるんだったらそこは大丈夫かな。 C 地点の方行くと見せかけて、これ降りてこんないかな。来ないか。これ上上がるか。一旦上がっちゃえ。上がっといて、で、はい、とりあえず初手スキル1打っちゃいましょうか。スキル1挨拶しといて、はい。当てときの、隠れてみてちょっと情けないかしら。一発二発の三発、無敵ついた。一発二発の三発、一発二発の三発、はい、いい感じ。一緒に仲良く降りといて、回避待ちの一発、ナイス。いいね。まあ、黒歌と緑ロジャー、あ、任せてくれ、シャングス。ちょっと久しぶりにやるから、ちょっと変な感じになっちゃってるね。じゃあ、スキル1、貫通入れといて、ナーイス。いや、なんかもう違うから、黙っておこう。じゃあ、C1 点一緒に取っときの、これ、残しといた方が良かったかもしんないな。一発二発の三発、一発二発の三発、一発、うっ、ういな。じゃあ私は下の援助かな。一発二発の三発入れといて、これ回避遅延入るんで確実に KO できると。これスキル1先に打った方がいいのかな。短縮できたりするから、ちょっとやらかしまんぼうなところはある気しますけれども、まあまあいいや。C 地点、リリスが E にいて、あら E にいるの誰だあれ。あ、リリスか。あれ 150% ハットないんか。一発二発の三発、ジャスト回避は無理。一発からのここ通常合わせの、おお当たらんか。一発二発の三発、よしなんかいい感じにいけそう。一発、一発、一発、ジャスト回避、一発二発の三発、よーし。これも気合のスキルに打とうかな。カムサリ打ってもいいんだぜ。3回無敵ございますからね。ワイルドホークは回避だってできるんだ。じゃあこっちにスキル1貫通入れといて、はい、何、ちょっと待てよ、やばいか。あぶねえ。負けてる。いやー、マジか。惜しかったな。ありがとうございました。